平山さん、引き続き今日も密着よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日はこれからどちらへ行かれるんでしょうか。今日はこれから新しくちょっと僕仕事始めるんですけど、それのちょっと打ち合わせみたいな感じですね。ちょっと金山の方まで行きます。まあこの車を使った軽のね、軽貨物の配送の仕事ですね。ちなみにこのお車っていうのはご自身で買われたんですか？これは、まあそうですね、一応買ったという形にはなりますね。もともと東京でこの軽の配送の仕事を始めた時は、まあ、もちろん車持ってなかったので、その、まあ、いろいろ仕事を探す中で、まあ、見つけた会社さんっていうのが、まあ、この車を半年間月3万円で貸しますと。その代わり、その6ヶ月間3万円を払ったら、あなたの車になりますという、まあ、そういう提案をしている会社だったんで、まあ、これは最高だなと思うんです。月3万円で自分の車が手に入ると思ったんで、もう即決でその会社に決めましたね。でそれからはもうずっとこの車乗ってます。それは安いですよね。いや本当に安いですね。本当に東京で、自分の車が持てるっていうのは本当に自分でもワクワクしましたね。あの車は大好きだったんで、本当車乗りたいなっていうのもあったんで、本当に一石二鳥だなと、うん、なのでこの車で結構いろいろ行きましたね。お仕事以外でも結構遠出されたんですか？そうですね、この車で本当に休みを使ってとか、まあ、休みを取ってとかですね、そういった形で一番遠くて、そうですね、徳島県行きましたね。四国の徳島県は遠いですね。すごいですね。そうですね、遠かったですね。うん、大阪までは下道で行ったんで結構時間はかかりましたけど、本当楽しかったですね。平山さんってあのご結婚はされてるんですか？いや、したことないですね。独身です。はい。結婚しない理由とかはあるんですか？理由はね、ちょっとわからないですけど、結婚はしたいっていうのはもちろんありますね。なかなかまあ自分が自由気ままに生きる性格なので、あんまり仕事がね、あんまりなんていうんですかね、コロコロ仕事変えるんでもあんまり、そういうのは女性からすると不安ですよね。多分そこでしょうね、一番はね。あとは何でしょうね、あんまり自分からガツガツいかないところですかね。女性に対して、女性は大好きなんですけどね、あんまり自分からガツガツいかないじゃないですね、いけないんですね、うん、まあそういうことですね。まあ、いつか結婚できたらいいなとは思ってますけどね、うん、子供は欲しいですか？ああ、子供は欲しいですね。子供は欲しいですね。できればね、まあ、相手結局は相手によりますからね。そこはもう何とも言えませんしね、まあ、僕もね、種がどうなってるかもちょっとよくわからないですから、そこはしっかりね、まあ調べたいなとは思いますけども。じゃあ今は好きな人とかはいないんですか、平山さんは？あー、いないですね、好きな人は。
好きな人この何年か好きな人はいないですね。いうぐらいな人はいらっしゃいましたけどね。その方とはどこまで、どういうところまで行ったんですか？デートとかされたりしたんですか？デートっていうほどではないですけど、まあなんかご飯食べたりぐらいなところで終わってますね。タイプじゃなかったんですか？タイプ、うん、まあなかなか言いづらいところもありますけども、まあまあそういうことですね。じゃあどういったタイプがお好きなんですか？そうですね、ちょっとあんまり言いたくないですね。できれば教えてほしいなと思うんですけど、ちょっとそれはどうしようかな。いや引っ張る、別に引っ張るつもりとかないですけど、まあじゃあ言います。おっぱいです。胸が好きなんですね。好きですね。好きですね。どうしてもやっぱりそこに目がいってしまいますね。やはり大きい方が、まあ、大きいという言い方もあれですけど、人によってね、それ様々ですけど、それなりにこう あった方が、なんていうんですかね、またそこに帰りたくなると言いますか。そうですね、それが一番ありますね。やっぱりそこに帰りたいっていう、またそこに帰りたいっていう。今日はありがとうございました。また今後も密着させていただくことがあるかもしれませんので、その時はよろしくお願いします。全然まだこの仕事の話し合いがどうなったとかそういうのはいらないですか？大丈夫です。あ、そうですか。あ、じゃあありがとうございました。じゃあ例のいつも言ってる大丈夫だよってカメラに向かって言ってもらっていいですか？ああ、そういうパターンですか。でもおっぱいの話で終わって、それで大丈夫だよって大丈夫ですか？大丈夫です。あ、そうですか。ちょっとタバコだけ吸わせてもらっていいですか？そのタバコ吸い終わったら言います。それでいいですか？はい、大丈夫です。じゃあすいません。では平山さん、いつものやつお願いします。はい、大丈夫だよ。緊張してますか？いや、緊張はしてないです。緊張はしてないです。じゃあお願いします。大丈夫だよ。大丈夫、大丈夫だからね。大丈夫、大丈夫。じゃあまた明日ね。おやすみなさい。緊張してますよね？してない。してないです。